動画を配信する方法としては、今まで、ペイメディア、テレビ、えー、ラジオ、CATV、コミュニティ FM のように、えー、放送法で縛られたお金のかかる媒体があります。そして今、ソーシャルメディアという、フェイスブック、ツイッター、ブログ、ユ、えーチュ、えーブ、インスタグラム、たくさんの今、ソーシャルメディアが出てきてますけど、これを総称して、 アンドメディアと実は呼ばれているんですね。これは双方向の会話という意味なんですね。ペイメディアに無料で使える今度はあアンドメディアが出てきたと。そこに私たちはもう一つ、えー、自社放送局、オウンドメディア。オウンドというのは、サッカーでいうとオウンゴールって言いますけど、自分のテレビ局ですね。YouTube というのはあなたのテレビ局ですね。 マイチューブっていうのは私のテレビ局ですね。ウィチューブというと私たちのテレビ局ですね。そしてじゃあ企業が出すのはコーポレットチューブっていうのかコーティーチューブっていうのかそれぞれ、えー、発信する人たちが自由にできるのがこの、えー、オンドメディアですね、えー。ペイメディアっていうのは放送法で許可が要ります。そして運営するのに、えー、大きな 初期費用がかかるわけですけど、このアンドメディアを利用したオンドメディアは、誰でもいつでも開局ができるわけですね、そのような動画を撮影する方法としては、今、スマホで動画を撮って、短く切ったり、それからそこにテロップ、文字を入れたり、そして BGM を流したりということは、今、誰でもできる時代です。 無料のソフトもたくさんありますそれを YouTube にアップすれば、そしてそれを QR コードに入れれば、それを印刷物につければ、あ立派なテレビ局ができるわけですね。えー、もう一つ、今ここで撮影しているのはあ、グリーンのバックで撮影することによって、切り抜きができるわけですから、あたかもその背景を動画でも静止画でも、おパソコンの中に入れておいて、それを見せながら、あ テレビのあ天気予報のように、えー、切り抜いて、えー、そこに、えー、編集ができるような仕組みを私たちはあ準備してます。ぜひ、えー、ペイメディアとアンドメディア、それを、えー、うまく活用するオウンドメディア、自分放送局、えー、企業放送局、地域放送局、そして趣味の人たちの集まりの放送局、えー、こんなことを 私たちで仲間を作って運営していこうではありませんか。